はい、今ですねどこにいるかっていうとタイのバンコクにいます。タイのバンコクの王宮の近くにいるんですけど、本日2016年平成29年の、3月の5日日曜日です。これからですね天皇皇后両陛下がこちら王宮に来られるということで今待ってるところでございます。天皇皇后両陛下は2月28日にベトナムに行かれまして、ベトナムハノイ、クエ、まあ、ここではすごいね、すごい歓迎を受けたみたいなんですけど、その後にですね、こちらタイのバンコクに本日午後到着したということで、政府のチャーター機ですね。で、今王宮近くに行ってですね、警察庁の方々も結構厳戒態勢を取ってます。そしてタイの警察官も何かあってはいけないということで、見守ってます。で、その中でですね、5時30分から5時50分には、来ると言われてるんですけど、もうちょっとですね、来ると思います。今回なぜ、タイの、バンコクにですね、来たかというとですね、ムルゴン国王が、昨年の10月に亡くなられて、で、それに対して弔問で来るということでございます。プーコン国王と、タイの、国王、あ、タイの国王のプーコン国王と、あとは日本の皇室、天皇陛下に関してはね、50年以上の、長い付き合いがありました。親友といっても過言ではありません。その中、天皇陛下はね、何回もこちらに来られてて、まあ、今回10年ぶりでございます。11年ぶり、2006年ですね。で、昔からの友ということでございまして、来られる感じです。で、まあ、タイと日本というのはね、昔から、すごい、まあね、つながりがあってですね、仲がいい。これは日本は、タイにとって最大の ODA の延長国です。それとともに、日台のね、相互の交流ともいっぱいあります。これは、まあ、先の大戦をたどればですね、日本とタイ同盟関係でございます。アジアで唯一の同盟国、日本、そしてこちら東南アジア唯一の同盟国、ね、タイ、我々は同盟関係にあってですね、マレー攻略もしくはビルマ攻略の際に援助をいただいたのが事実でございます。そんな中ですね、天皇皇后両陛下が来られるということで、まあ、初年日本人として、ね、すごく嬉しく思います。なのでね、もうちょっとで来ると思うんですけど、一目でもお目にかかれればと思ってます。